秋さんでよろしいですね。じゃあ秋さんお願いいたします。とてもシンプルなマジックです。まず使うものがですね、ボールです。この袋の中に5色5個のボールが入ってます。じゃあ秋さんですね、ちょっと両手をですね、そうそうそう、そんな感じで出していただいて、この袋の中にボールが入ってます。ちょっと出しますね。よいしょ。はい、じゃあちょっと皆さんに見せてあげてください。見えます？5色のボールがあります。じゃあもうちょっと真ん中に来ていただいて、赤、金、銀、紫、青、間違いなく5色ございます。これからアキさんには全く自由に1色のボールを選んでいただきます。どれでも結構です。まだ言わないでくださいね。1色まず心の中で選んでいただいて、決めましたらいらなくなった4個のボールをこの袋の中に入れちゃってください。つまり残った1個が選んだボールですね。もちろん見えちゃまずいので、そのボールは両手でも片手でも結構です。絶対に見えないようにしっかりと隠しておいてください。よろしいですか。で、私は後ろを向いて絶対見ません。お客様にも見えなくても結構です。見えても大丈夫です。ご自分だけが分かっても結構です。では早速1色だけ選んでいただいて、残りを袋に入れちゃってください。入れました？4つ入れちゃってくださいね。はい、1個だけ持ってますね。はい、はい、では振り向きますよ。隠してますね。はい、はい、さあ全くこれ自由ですよね。自由に選びましてね。ではよし、こちらクリップで蓋をして、これは見えないように置いておきます。実はですね、こちらにこういったものを持ってきてます。さあこれは何でしょう。先ほどのボールと同じボールが紐にぶら下がっている状態です。ぶら下がってますよね。これはただ紐がこのように棒に通ってるだけです。間違いなく通ってますよね。すべてこのように通ってます。はい、ではアキさん、この中で選んだ色のボールがどこかにあると思います。もちろん言わなくて結構です。ただしその選んだボールの色に集中してください。どこかにあるはずです。アキさんが完璧に集中していただきますと、その同じ色のボールが共鳴してとんでもない動きをします。いいですか。皆さんに注目していただきたいのは私の手です。私がこの棒を一切揺らしていないことに注目してください。ただこれ不安定ですから、揺らしていないと言ってもゆらゆら揺れてますよね。これは仕方ございません。手は揺れておりません。では集中してください。ボールが共鳴して動き出します。どれか選んでますよね。さあまだ全部動いてますよね。だんだんですね、アキさんの気持ちが強くなればなるほど1個だけが動き始めます。まだ全体的に見えてますけど、なんとなく私の手は動いてませんよ。なんとなくこれ、あ、これは明らかに紫色のボールがぐる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 回り出しましたね。私の手は動いてませんよね。アキさんの気持ちがおそらく紫色のボールに集中していると思います。ぐる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 回っております。アキさん、それではボールを出してみてください。間違いなく紫でございます。ありがとうございます。もちろんこれ全部調べていただいて結構です。中にちっちゃい人が入ってたりしませんよね。そんなわけないですよね。大丈夫ですよね。はい、ありがとうございました。アキさんでした。ありがとうございます。拍手差し上げてください。